この動画が2年前にねアップされてますけど、なんと100万で再生されてる。どんだけの人が韓国で裏ハムラやって再発してるんだろうと。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に、美容医療のさまざまな悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは、コスメディカルクリニックシンシア総院長の又吉秀樹です。韓国美容外科がたくさんあるし、美容外科手術を受ける方もたくさんいらっしゃる国ですけれども、韓国で目の下のいわゆるクマ治療、これがどのように行われているのか、問題になってたりするのかなど、面白い動画を見つけたりしてるので、韓国 YouTube の見方なども含めて紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず韓国の YouTube の動画を見るときにですね、私もはっきり言って韓国語全くわかりません。まずですね、これどうしようっていうことで翻訳します。 Chrome だったらまず画面を右クリックします。そうすると日本語に翻訳っていうのが出てきますんで、ここが日本語に変わります。例えばこの動画ね、ちょっと今回紹介させていただきますけれども、韓国の動画でですね、5000万の人口で99万再生されてる動画なんで凄まじいんですけれども、眼底脂肪、まあ眼下脂肪ですねを取り除く方法、非手術的な方法で日常生活の問題なく素早く矯正できます。目の下脂肪構成ミュール皮膚科って書いてありますね。まず右クリックで日本語に翻訳する。これだけだともう YouTube 全然見れません。じゃあどうするのって話になりますけれども、右の下の方に歯車、まあ設定っていうね項目がありますので、これクリックしてください。そうすると再生速度、字幕、画質ってありますけど、この字幕は最初オフになってると思いますね。この字幕をオンにします。でオンにするときに、まあオフか韓国語自動生成っていうのが出ますんで、まずとりあえず韓国語の字幕を出します。でこれでなお分かりません。なぜならハングルだからです。でじゃあどうするのって話になりますけど、もう一回歯車マークを出します。字幕のところをもう一回押すと自動翻訳っていうのが出てきます。で自動翻訳で一番下の方に日本語ってあります。これクリックします。そうするとですね、日本語出てくるんですね。ここでこの日本語字幕も韓国語字幕をさらに日本語に自動翻訳してるんで、クオリティとしてはいまいちであっても何が言いたいか、特にたくさん同じような動画を見てると大体言ってることがわかるようになってきますんで、もし日本の動画に飽き足らずですね、韓国ではどうなんだろうってね思ってる方いたら、この方法やってみることをおすすめします。まず韓国の目の下の若返り治療、日本だったらまあいわゆるクマ治療っていうのがね、どのように行われてるかっていう感じなんですけれども、大雑把2つなんですよね。まず昔ながらの、ここで皮膚を切開して幅を持って皮膚のたるみを取りながら眼輪筋を割いて眼下脂肪をちょっと減らす、それが手術って言われてるものですね。もう一つは、韓国はなんと献血膜脱脂術っていうのは本当にやる人が少なくて、ほとんどのドクターもなったばっかりの美容外科の先生とかでも裏ハムラやってるんですね。眼下脂肪の再配置術っていう風なね言い方してます。再配置、裏ハムラと切って脂肪ちょっと減らすっていう2つしかないみたいなところがあるんですね。経血膜脱脂術っていうね、それだけやってるクリニックは割と少ないっていう、そういう状況になります。それを踏まえた上でですね、この動画を紹介していこうと思います。このドクターなんですけれども、どこのドクターかっていうと、プサンのドクターです。得意としてるのは目の下なんでしょうね。100万回再生したぐらいなので、ハンガム整形術っていうのはこうやって切って引っ張る昔ながらのやり方と、美容外科のレーザーで眼下脂肪を減らす、あとは裏ハムラって3つ、切る手術は皮膚をメスで切開するよと、再配置はレーザーで、小さい穴の間をレーザーで切ってるんだとかいう感じですけどね。この美容外科は小さい切開でやる、出血はまあ皮膚切ればあるとか、腫れは古いのは結構ある、目がこうなっちゃう可能性があるかっていうと、たま
間に発生する、この愛嬌とか書いてあるんです。これ涙袋のことですね。再手術は皮膚を切るのは本当に難しい。この先生がやってる、まあ見たら経血膜脱手術に関してはですね、再手術は可能ですけどほとんど必要ありません。ウーラハムラについては再手術必要、可能だけど再手術が必要って書いちゃってますね。この先生はもう結局あのレーザーでですね、あの経血膜脱手術をやってるっていうんで10年以上持ちます。ウーラハムラは5から10年が維持期間ですよ。経血膜脱手術とこの先生のどういうことをやってるのかっていうことをね、ホームページに載ってるんで、よかったらあのリンク載せておきますんで、ぜひご覧ください。この動画、ここだけ見ても、わからないので、その美容外科のホームページ見てもらって、ちょっと理解してもらってから、韓国語が得意な翻訳をやってくれる方にね、お願いして、全部テキスト化してもらいました。まず、この先生がね、解説しているのは、手術的な方法、メスを使う方法と、メスを使わない方法があるんだよっていうことを前半でお話しされています。目の下をね切る方法、ここのまつげのすぐ下切って皮膚を切り取りつつ眼輪筋に穴を開けて眼下脂肪を減らすんですよっていうね。この手術のメリットですけれども、まあ皮膚を切開するもんで、まぶたのたるみじゃなくて下まぶたの皮膚のたるみを幾分改善させることができるっていうのが先生おっしゃってます。ただデメリットの方たくさんおっしゃってますね。まず涙袋がうまく機能しなくなるって、まあべっとりした感じになってしまうだとか、下まぶたがこうやってひっくり返ることが多いとか、あと長期的に不自然な顔になってしまうとか、再発のリスクが結構高いっていう風にね、そういう風におっしゃってます。皮膚の下を切る手術は再手術が可能かっていうね、これは可能だっておっしゃってるね。他のクリニックで3回やった挙句うちに来たことがあるんだなんて話をおっしゃってるんだけど、この手術回数重ねるほどこうやってね勘弁になっていくリスクが高いんだよって、まあそれはそうだっていうことをおっしゃっています。でもう回数重ねるほどもう癒着もひどくて、この先生がね得意としている手術すらやりにくくなってくるんだよって、何度もそれを繰り返すのは良くない、そういう流れになっています。次に非手術的なっていうふうに韓国の先生は表現するんですけど、まずウラハムラ、脂肪再配置、皮膚を切らないで再配置する方法について述べられてますね。目の下の脂肪再配置、ウラハムラですけど、目の下の眼下脂肪ですね、眼下脂肪を十分に除去しないで脂肪の位置を再配置、まあ要は出てきてるものをちょっと下に引っ張って固定するだけなんですけど、最初は効果あるんですけれども維持できる期間は短く、目の下の脂肪の膨らみが再発するケースがとても多いですと、再発するっておっしゃってますね。涙袋、これをくっきりさせる効果はほとんどなくて、もうこの手術には限界があると、もう常に又吉が言ってることともうほぼ一緒のことをおっしゃってるっていうね。再発の頻度がとても多いのでその維持期間もすごい短いし、私はそれを不完全な施術だと思っていて、目の下の脂肪再配置すなわちウラハムラを受けた方でも最近ではこの美容外科の先生のレーザーを使った経血膜脱手術を受ける方が多いですというね、そういうふうにおっしゃってます。経血膜脱手術こそ涙袋が出る方法なんだっていうふうにねおっしゃってます。この美容外科の基本的な目の下の手術なんですけど、レーザーで経血膜脱手術を行う、そしてそれが落ち着いたところでシワとかここの辺の段差とかに脂肪注入を行うっていうようなね、そういう考え方の先生なんですけれども、経血膜脱手術だけのクリニックはどうかっていうことをおっしゃっていて、ほとんど眼下脂肪を適当に取ってるからすぐ再発してるんだって言ってね、なんか共感できますね。適当に外に出して引きずり出して取るだけのクリニックがほとんど日本でもね、まあ奥まで見に行ってしっかり取ってるクリニックはあんまないんだよなんて言ってるクリニックどっかにありましたけれどもね、この先生の場合は取った脂肪をですね1ヶ月くらい経ってから目が落ち着いてからこういうところのねシワとかを治療しましょうっていうんですけど、それはですね今日本で言ったらナノファットとかマイクロファットとかをこういうところに入れるって話になりますんで、長期的にはまずいですよってマテヨシはね申し上げることが多い手術ではあります。ちなみに日本でもここの切開を炭酸ガスレーザーで切ってで手術じゃないよっていう打ち出し方して爆発的に売れたクリニックが10
5年ぐらい前に実はあってですね、今はそのねレーザーでっていうことを前面に出してるクリニックは日本では廃れてると思いますね。レーザー使おうとメスで裏側切って、止血しながら進んでいこうと、結局本質は眼下脂肪のヘルニアをなくして、あの健やかな正常解剖に戻すっていう手術ですのでね。とはいえですね、本当に実体験なんですね。私もそうなんですけど、裏歯裏、韓国では脂肪再配置、これをやって再発している人がめちゃくちゃ多くて、再手術をしようとすると割とぐちゅぐちゅにくっついてるんで苦労するなっていうね。まあ私はね、もう10年ぐらい前からブログでこれをね言いまくってるんですけれども、これの動画が2年前にねアップされてますけど、なんともう100万で再生されてるっていうことで、どんだけの人が韓国で裏歯裏やって再発してるんだろうと思うとね、私としては胸が痛い思いがあります。韓国でもしっかり裏歯裏は再発していて、それに警鐘を流してる先生がドクターがいて、その動画はめちゃくちゃ見られてるんですよっていうことをね知っていただければと思います。今回の動画も面白かったな。韓国の YouTube の見方ちょっと分かって役に立ったぞとか、裏歯村やばいっつってんの又吉だけじゃないな、そういう風に思って面白いなと思ってくださった方、ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録をお願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。